皆さんこんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマはにわかコーチング2つの問題です。にわかコーチングっていうのは私の作った言葉かどうかは分かりませんけど、よくあるじゃないですか、にわか仕込みって言いますよね。ちょっと勉強しただけでコーチングをすることによって非常に問題が出てきてしまうっていうことなんです。で、コーチングっていうのは本当に素晴らしい技術だと思うんですね。私も1年半ぐらいコーチングを受けていたことがあって、もう本当に、ね、能力開発にすごく役に立つと思っています。で、実際に自分自身もそういうことを受けていたし、でコーチングの技術っていうものは知識として、身につけている自信はあります。ですので今回はにわか仕込みのコーチングをするとどうしてうまくいかなくなるのか、その問題点は何かっていう話をします。で、この動画はとても貴重な動画になっています。なぜかっていうと、この余罪管理大学っていうのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法、この余罪管理を多くの人に知ってもらいたいからやっている、そういう YouTube チャンネルです。ですから組織営業力をアップさせる、そういうことに関心がある方がよく見られる動画なんですね。経営者もしくは営業部長、営業課長、もしくは営業の担当者の方々が大体この動画を見ています。そうするとですね、営業の部長さんとか営業課長さんが部下育成のためにコーチングを勉強したがる、こういうケースがあるわけですね。でその時に大概私は、やめた方がいいという話をします。で、その理由がなぜかっていうことがこの動画を最後まで見るとよくわかるということなんです。コーチングはねすごく重要、コーチングは本当に素晴らしい技術なので、ぜひコーチングの勉強はしていただいてもいいし、トレーニングを受ければいいんですけど、こういう感じでやってしまうと本当に部下育成が、部下が、育つどころか逆のパターンが、起きたりします。部下が混乱してしまって逆にポテンシャルを発揮できない、自分自身のポテンシャルが発揮できなくなるっていう、危険性もはらんでいますので、ぜひこの動画は最後まで見ていただきたいと思います。それでは行きましょう。今回もと言ったらいいですかね、今回もこちらの空気で人を犯す、この書籍から引用してお話をしていきたいと思います。ここを見ていただければいいんですけれども、人を変えるな空気を変えよというふうに書いています。ですからコーチングっていうのは、どちらかというとその人を変容させる、目標達成のために変容させるということですね。思考パターンとか行動変容を促して、で、ゴールに近づける、そういう、能力開発をするようなことが、コーチングなわけなんですけども、コーチングはなかなか難しいものだから空気を変えた方がいいですよと。誰でもこちらの方が組織のマネージャー、組織のリーダーっていうのは簡単にできて、そして、部下、組織全体も変わる、変わっていくという話をしました。で、この中にね、先ほど言ったようににわかコーチングのことが書いてあるということです。で、そのところをね少し今から読んでみたいと思います。70ページに間違った対策が空気の悪化を加速させるという項目があるので、ここを少し読んでみたいと思います。間違った対策に共通しているのは空気ではなく人にフォーカスしていることです。空気を変えずに人を変えようとするため時間と労力をかけてもなかなかチーム改革が進みません。にわかコーチングってここに書いてあるんですね。個人の潜在的な能力を開発する手法としてコーチングは広く知れ渡るようになってきました。コーチングという言葉は市民権を得、個人レベルではなくこの手法を採用してスタッフの達成意欲を向上させようと試みる企業も増えてきています。コーチングはクライアント、コーチとクライアントっていう表現をします。私もコンサルタントなので、人ではなくて組織が相手ですから、コンサルタントとクライアント企業という表現をします。コーチングの場合はコーチとクライアントですね。コーチングはクライアント個人の能力を開花させ、目標達成に向けた行動変容を促す手法として素晴らしい技術です。ですからコーチングを否定することは一切しません。私自身もコーチングによって素晴らしく能力開発したできたというふうに、自負しています。ですのでコーチングはね素晴らしい技術なんです。しかし注意が必要ですと私の書籍に書きました。にわか仕込みのコーチング技術ではコミュニケーション相手の達成意欲を向上させるどころか悩みを深め、かえって傷つけてしまうことがあるのです。で、
なんでそうなるのかっていうと、2つで今回の、ね、タイトルにもある通り2つ問題があるんです。2つこのポイントをね、押さえておいてほしいということです。ですからこの2つのことを克服することによってうまくいくということですね。ただ最初にお伝えしておきます。最初にお伝えしておくと、この2つのことがなくてもうまくいく時があるということですね。でそれは概要欄に私の絶対達成コーチングっていう記事があります。こちらを参考にしていただければいいかなというふうに思うんですね。この空気で人を動かすっていう書籍はちょっと前に書いた書籍なんですね。7年ぐらい前に書いた書籍で、そこからもう7年ぐらい経って、でコーチング、こういうケースだと、まあ私が名付けている絶対達成コーチングであれば、まあうまくいくけれども、一般的なコーチング技術だとこういう問題がありますよということですね。ですので、もしね、今から言う2つのことがなかなか揃わないんだっていうことがあったとしても、どうしてもコーチングしたいっていう方は概要欄にそのね記事を載せておきます。3つありますので、そちらのね記事を参考にしていただければいいかなというふうに思います。ではその2つの問題は何か、その2つのポイントは何かっていう話をしていきたいと思います。1つ目、コーチのスキル不足です。スキル不足でって思うかもしれないんですけど、ここをね少し読んでいきたいと思います。私は前述した通りコーチングの技術については精通しています。まあ、私もね NLP ニューロリンギスティックプログラミングであったりとかコーチングの勉強はしてきましたので、コーチングの技術については精通している、つまり知識としては持ってますよということです。しかし私はコーチではなくコンサルタントです。クライアント企業にコンサルティングはしますがコーチングはしません。私の部下に対してもコーチングはしません。それはなぜか、皆さんなぜだと思います？私コーチングの、知識は持っていますけれどもコーチングはやらないんですって。でコーチングがすごくね素晴らしい技術だっていうことは分かってるけれどもやらない、なぜかということですね。当たり前のことですが私がコーチングのプロではないからです。知識はあっても膨大な数のトレーニングを積んだ経験がありません。コンサルタントも同じですが、プロのコーチも日々の鍛錬が不可欠です。見よう見まねで実施するものではないのです。私コンサルタントと名乗っているのはもちろんコンサルティングの技術はもちろん知っていて、なおかつ日々トレーニングずっと繰り返しています。当然現場にも入っています。もう実績十分です、はっきり言います。コーチングはっていうと実績はっていうのはない、実績もないようなコーチに皆さんコーチングを受けたいと思いますか？ないですよね。ですから例えば1年や2年ぐらいちょっとコーチングやってましたって言っても、そういう人にコーチングされたいと思います？私16年17年目ですよ、コンサルティングの経験で。どれだけの成功事例あるか分かりません。だからコンサルティング頼みたいって言うんだったら当然そういう方ですよね。まあ私じゃなくてもいいですけど、やはりね17年20年30年ってねやってるコンサルタントだったら百戦錬磨じゃないですか。いろんなケースを知ってるわけですので、そういう方にお願いしたいですね。お医者さんでもそうです。ですから昨年医者になったばっかりですって言うと、えってなるじゃないですか、大丈夫かっていう感じがしますよね。ですからそこは絶対に気をつけられた方がいいと思うんです。コーチングをするときに使うコミュニケーション技術はもっぱら質問です。質問ね、コーチがクライアントに対して質問をします。質問したら返しますよね。クライアントがコーチに対して返事をします。で絶対ですけども質問とそれに対する返答の比率は圧倒的にこのね、クライアントが返事をする、答える話の方が長くないといけません。私がコーチングを受けた時もそうです。ほとんど私が喋ってました。相手がコーチ、私がクライアントの時、だいたい1時間で私は8000円支払っていました。当時はね非常に高いなと思っていたんですけど、まあ毎回お会いして、相手は何歳かな、5歳か6歳ぐらいの年下の女性の方だったんですけど、朝7時半かな7時半から8時半会社に出勤する前、私の会社の近くのスターバックスで、落ち合って、でそこでコーチングを受けていたんですね。で 98% 私が喋ってましたその方はほとんど喋りません。もう本当に1時間の中で3つぐらい質問されます。でもちろん私がね喋りたがりっていうところもあるんですけど、喋りたくなるというか、喋らなくちゃいけなくなるような雰囲気とかオーラを出すんですよ。でその質問もそ
そういう質問するんだっていう質問をしてくるんですよ。ものすごく入念に準備されていたりとか、私がね、例えば8ヶ月とか9ヶ月経った後、横山さんは昨年の、11月にこのようなことをおっしゃられていましたけれどもとか、その何ヶ月も前の話を引き合いに出して、でそこから質問展開するんですよ。で今はどうなる、そうそう、あそこ来るんだっていうね。今自分自身が置かれた状況とか、自分自身の精神状態であったりとか、当然昔と比べて私もかなりいろんな行動をしていたり、スキルアップをしているわけですね。そうすると過去のこの時にあなたはこのような話をされましたよねと、そしたら今このような状況に置かれてうんぬんみたいなんですよ。ですからものすごくね、短い質問の中に何だろう、ものすごくねこう戦略がね込められてる感じがしたんですね。戦略的な質問で相手からもういろんなものを引き出そうとしてるということなんですね。クライアントの中にあるリソースに焦点を合わせた効果的な質問を通して、クライアントの頭の中を整理させ、別の視点から事物を照らして気づきを誘発させ、主体的な行動変容を起こさせ、そしてクライアント自らが設定する目標を達成させる、この支援をするのがコーチの役割です。コーチはアドバイスや提案などはしません。質問が基本テクニックと書きましたが、これがまた難しいのです。何でもかんでも質問すればいいということではありません。そして何でもかんでも傾聴すればいいということでもないのです。よく傾聴が大事だって言いますよね。耳を傾けることが大事だって言うんですけども、何でもかんでも傾聴すればいいということではないということですね。このね、質問って非常に難しいです。もう相手のことを知り尽くした上で、でさっきも言った通り効果的な質問、ここで相手の何を引き出すのかっていうことなんですよね。この質問でどれだけ相手のね気づきを誘発させることができるかっていうことなんです。決して、ね、よくあることなんですけど、決してコーチが聞きたいことを聞いてはいけないわけですよ。ですから自分視点は 100% どっかに捨ててこないといけないんですね。ですからね、私のコーチの方はね、もうかなり達観してる感じがしました。なんか仏様っていうか、なんかそこに存在してるんだろうかっていうぐらい、その方が一体どういう人なのか、わからないんですよ。プライベートのことも何もわかりませんし、本当に全て私のことのためだけに存在してるっていう感じだったんですよね。で、そのコーチの方を見て私は思いました。私はコーチができない。もしコーチをやろうとするんであれば、この人の域に達しなくちゃいけない。だから正直言って相当な訓練が必要だ。もしくは相当自分自身に才能がないといけないとも思ったわけです。ですからよくね、コーチやりたいんですって思う人がいるんだけど、どのレベルのコーチの人となんかね、そういうコーチングセッションを受けたのかなと思うんですね。もしかしてコーチングのセッションも受けたこともないのにコーチになりたいって思ってるのかなと思ったりするわけですよ。だって例えばプロ野球選手になりたいっていう人は、やっぱりプロ野球のね、試合を見て、あのピッチャーすごい、あのバッターすごいとかね、あの守りとかすごいな、あの走りすごいな、あんなかっこよくやりたいなと思うからね、プロ野球選手は憧れるわけじゃないですか。だから自分がね、コーチになりたいって言うんだったら、どれだけすごいコーチを見てきたのかっていうことはすごく重要ですよね。私はNLP を勉強してきた中で、はっきり言います、すごいなっていう人もいれば、あなたコーチなんですかっていう、その割にはよーしゃべるし、私に対する質問もなんかすごく適当で、自分が聞きたいことばっかり聞いてますよね。なんか喋っててもはっきり言ってほとんど喋れないぐらいで、しかもすごいアドバイスしてくるし、本当にコーチっていう人がいるわけですね。ですから大丈夫かなって、しかも誘導質問とかする人ってまずやばいぞって思うわけですよね。コーチじゃないじゃんっていう感じがします。ですのでまず一つ目ですね。一つ目は何と言ってもコーチのスキル不足ですから、1週間や2週間合宿でコーチングの勉強してきました。当たり前ですけど、2日間ぐらいのコーチングの研修を受けたとか、コーチングの本をね10冊ぐらい読んだからといって、そんなコーチングなんかできるわけないです。ですからそれなりのコーチングのね、勉強するっていうんだったら、最低限のプログラムってやっぱり何年間でしょ、あれ。例えば NLP でも、その NLP のトレーナーになるにはこれぐらいのお金かかる。私自身も NLP のトレーナートレーニングコースまでは行きました。で、まあ言ったらあれですけど、やっぱり300万か400万ぐらいはもちろん自腹切ってるんですね。ですからね、例えば会社のお金でね、例えばビジネスコーチングの研修受けてきました、もうそんなのは
単純に人工知能って何かってね、自分は人工知能のなんか仕事はしないんだけど、でも人工知能 AI のこととか IoT のこととかね、例えば RPA のこととか、まあ、一般用語になってきてるから、それぐらいのことは知らなくちゃいけないから、まあ、AI の勉強しに、まあ、1日2日研修受けてきました。それはいいじゃないですか、ね、教養として。だからコーチングも教養として身につければいいんですけど、それで自分が、ね、コーチとかね、あのプロのコーチまでは別にして部下のコーチングやりますって言ったら、そんなことできるわけないです、うん、普通にアドバイスしたかったらアドバイスしたらいいです。なんかコーチングの真似事をして、でこちらから提案したりアドバイスしたりとかっていうのは絶対やってはいけない。自分のね、適当な、なんか質問したりとかね、そういうのは絶対にやめるべきです。で2つ目ですね、2つ目は何かっていうと、コーチング対象の誤解、まあ、つまりクライアントに対する誤解だということですね。ここちょっと読んでみます。コーチングの基本的な考え方は、答えはクライアントの中にあるです。まあ皆さんね、聞いたことがあると思うんですね。ここにも書いてあります。これを読んでいる読者の方も聞いたことがあるでしょう。答えはクライアントの中にあるんです。ですからコーチがアドバイスする必要なんかないんです。いいですね。もしクライアントの中にないんだったら、そのクライアントは間違ってるってことです。その方にコーチングはしてはならないっていうことなんですよね。例えば、まあ、さっき野球の話をしたんで、野球をねやってる方に対して、どうしたらホームランが打てると思うとかね、どういう気持ちの持ちようだったらいいと思うとかね、どうすれば試合に勝てると思うっていうね、こういう質問のね、どうやったら自分の能力を最大限発揮して、そしてチームに貢献できると思うっていう、こういう質問をねしてもいいんだけど、でもこの選手の方が全くまだ走れないとか、足腰鍛えられてないとか、自分がね打ちたい方向に打てる、そのようなバッティングの技術がないっていうんであれば、まず答えがないですよ。まずチームに貢献できるようなバッティングしたことがないとか、そんなんであれば話にならないじゃないですか。ですから私は営業のコンサルタントなので、まずそもそもの営業のスキルがないとか、例えば営業戦略を立案したいって言っても、その戦略の立案方法を知らないっていうんであれば、ここにも書きましたけど、コーチングではなくてティーチングが必要なんですよ。ですから技術で言った時に、技術とか知識で言ったらですよ、ある程度これぐらいは満たされていて、知識も技術もあって、で質問を繰り返していると、やっぱりこういうことしなくちゃいけないですよねとか、やっぱりこういうことを私はやるべきですねと、そうだそうだ、自分には過去にこういう成功体験があるだ、こうするとうまくいくんだね、例えば余剤管理をね知っているんであれば、やっぱり自分が適当に余剤をね仕込もうと思ったって無理で、正しくマーケット分析して、続いて余剤ポテンシャル分析をして、でしかもその余剤ポテンシャル分析も今までちょっと適当にやってました。本来は条件式っていうのがあるので、その条件式っていうものをしっかりと数字で落とし込んで、でそこからポテンシャル分析をして KPI カウントシートに並べて、その KPI カウントシートに沿ってお客様とね、定期接触をして、それをやることによって余剤がね、増えていくということなんですよねと、それみんな知ってるわけですよ。だけど途中でなんかなーなーになってしまって、でやることもやらなくなってしまったから、だから目標の2倍の余剤が仕込めなくなったんですねと、そういうふうに言われたら、コーチはあ、それができていないから余剤が2倍キープできなかったっていうふうに思われたんですねと、こういうわけですよ。そうすると、ああそうなんですと、でその後何も喋らないですコーチ。そうするとクライアントは、そうですね、やっぱり今私が話をした中で一番大事なものは、そうですね、一番大事なのは条件式かもしれません。余剤ポテンシャル分析っていうのも、やっぱりあそこのお客さんはポテンシャルあるよね、ここのお客さんはポテンシャルないよねってなんとなく感覚的に言ってきた。だけどやっぱり最初に習った通り、絶対達成プライムにある余剤管理パーフェクト DVD をもう一回見ればわかると思うんだけど、だけどそこにね条件式のことが書いてあって、うちもねみんなで手を動かして条件式を書いたんですよ。それをねやっぱりこの半年間ぐらいやってない、そこが問題だと思うんですって、ずーっとクライアントは自分で喋るんですよ。なぜ喋れることができるか、それは自分で知識があって、なおかつ過去に実績があるからです。あの時はそれをちゃんとやってたから、目標の2倍の余剤をねキープできて、で結果も安定的にできた、目標絶対達成ができたにもかかわらず、最近それをサボってるものだから余剤
余罪2倍を切って、でうまくいかなくなってきて、メンバーがこんな余罪管理やっても意味がないですよって言い始めて、自分もそうなのかな、あの時はうまくいったんだけど、でもあの時はたまたまかもしれないと思いかけてたんだけど、でもコーチの巧みな質問によって、いや違うと、で自分自身の言葉で気づいたんですよ。なぜかというと、答えはクライアントの中にあるからです。過去に成功してるから。だからコーチング対象っていうのはそれなりの方なんですよ。だいたいエグゼクティブコーチっていうじゃないですか。コーチングっていうのは基本的にアメリカで言うと大統領にやるとか有名企業の社長さんにやるものなんですよ。ですから上司が部下にコーチングするっていうことではないんですよ。なので知識はあっても経験がないんだったら、それもコーチング対象にならないですよ。余罪管理どんなに勉強したで、それでうまくいったっていう経験がないんだったら、そうですよね、やっぱり余罪管理やった方がいいっすよね、だからなんて言えないじゃないですか。知識しかないんだったら。ですからそこまではね、結果を出すまでは、ある程度の結果を出すまでは、実績を出すまではグッと引っ張っていかなくちゃいけないんですよ。ですからティーチング、そしてリーディングが必要なんですよ。だから巧みな質問をしてね、相手からね答えを引き出すっていうような、そういうことは非常に難しいということなんですね。ですので2つのポイントね、2つのポイントがあるということで、1つはスキル不足、もう1つはコーチング対象の誤解ということなんですね。しかしこの2つはね、クリアしてない、自分自身にスキルはないんだ、でなおかつ部下なんだっていうこともあるわけですよ。でもなんとかしたい、ね、コーチングっていう表現がいいかどうかは別にして、でも私は課長です。で部下に対して、まあ、横山さんが言う通りね、ガンガンリーディングしろって言うけど、それはなかなか難しいんだっていうんであれば、それは先ほど言ったように概要欄に絶対達成コーチングっていうね、この記事がありますので、この記事を参考にしていただければいいかなというふうに思います。ちょっと私がですね、コーチングをアレンジしています。もちろんそれにはね、一つの概念をちょっと取り払ってるんですよ。この概念を取り払うから、まあ一般的なね、コーチングの技術が自分になくても、まあ相手がね部下であったとしても、あんまり知識とかね、過去の成功体験がなくても、まあそこそこいいですよという感じで書いてあります。でも一般的なね、一般的なコーチングの技術を身につけよう、そして一般的なコーチング技術でもって、クライアントの能力開発をする、その方の能力を開発して行動変容を促して目標達成に近づけるっていうんであれば、やはりスキルっていうものをきっちり身につけるということと、そして相手を選ぶっていうことは絶対に必要だということです。この動画いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単、この YouTube チャンネルに登録するだけです。そしてもしこの動画気に入った、参考になったっていう方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。